食パンを作ります。これがイソです。前日までに食べておいたあの、生地ですね、それを解凍させながら柔らかくしてあのパンにしていくんですけど、コンベクションオーブン2種類あるんですけど、まあ、これはこっちで、あの用途に合わせて、発酵に1時間半ぐらいかかるかな、10分前後で焼き上げてなるんで、膨らむのがどうしてもね、時間がすごいかかるんで、と、まあ、あの病院とかに卸したりとか、学校に持ってて販売したりとか、そういうのもありますね。でも、まあ、メインはやっぱりここでの、販売になりますね。まあ、こっちで作るのは基本焼くパンで、で、まあ、キッチンルームっていうのがあって、そこはそこでまたサンドイッチとかコッペパンとか惣菜系のパンを作るんですけど、
あの温度と湿度を管理するの、パン屋でいうホイロっていう機械なんですけど、まあ、よりパンが膨らみやすい環境の機械ですね。
なんであの幸せってついてるんですか？なんとなく優しそうじゃないですか。なるほど。でもやっぱり入れすぎると逆に気持ち悪くなるんで、そこはでも最初あの結構こだわったところですね。量っていうかね。なるほど。多すぎて OK いいっていうわけになるんで。
生地がパン生地はもう無添加でやってるんですよ。新安全な材料で、提供していくっていうところが特徴になりますね。今中央病院の向かいの辺に、あ、そこはもともと私が一番最初この名前でしてて、はいはい、で3年やってこっち来て20年ぐらいになるんですよ。
串あんぱんが1点、一口卵サンドが1点、レジ袋はどうなさいますか。幸せのクリームパン焼きがありました。どうぞ。幸せのクリームパン焼き立てです。どうぞ。幸せのクリームパン焼き立てです。どうぞ。今予想外れる時ってある。うわ、しょっちゅうあります。タランっていうよりかは、まあタランっていうのは、
ならんように勝負かな。勝負けど、それ以上の人で来られると絡めるとかありますけど、その時やっぱお客さんもなんか残念そうな感じになるんですか。いや、顔見ねえですね。申し訳ないって申し訳ないよって。まあでも、うん、間違えるとしたらでも多すぎる方がでもパターンとしては多いですね。なるべくなくならないようにはしてるので。お二人はもう夕方まで今日おられるんですか。いや、もう僕ただし、あ、もう今日は作り終わったなと思ったら、できれば早く帰りたいです。早くて何時ぐらいですか。あ、でも夜にはやりますけど、でも週末だったら早くて昼前かな。でも大変ですよね。すごい大変ですよね。なんかまあね、こればっかりはね。すいません。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。